よろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっと推しの子の歌を2曲ほど聴いていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。アイドル君の笑顔を照らすメディアミステリアス受けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきで君は何も食べてない、それは内緒、何を聞かれてもみらりくらり、ゲンサンファントだけどサンタント、ゲソで見えない蜜は蜜の味、あれもないないな、それもないないな、好きなタイプが相手をさ答えて、誰かを好きになることなんて私わからなくてさ、人が本当か知り得ない、そんな言葉にまた一人落ちる、また好きにさせる、誰もダメを奪われてく、君は完璧、究極の愛と本人才現れない、一番失われた割り、ああこの笑顔で愛してるで、誰も彼も虜にしてゆく、その瞳がその言葉がさ、でもそれが完全な愛、はいはい、あの子は特別です、我々は花からおまけです、お星様の引き立て役 B です、すべてがあの子のおかげなわけない、キャラクターへ妬み嫉妬なんてないわけがない、汚い腹こそ許せない、完璧じゃない、許せない、自分も許せない、誰よりも強い君、誰も信じあかめてる、君は最強で無敵のアイドル、勝手なんて見当たらない、一番この秘密だけは、愛してるって嘘でつぶやいた、我こそ私なりの愛だ、流れる汗も綺麗な汗は、指をなくしたこのまぶた、歌い踊り舞う私はマリア、そう嘘はとびきりの愛だ、誰かに愛されたことも、誰かのこと愛したこともない、そんな私の嘘がいつか本当になること信じてる、いつかきっと全部手に入れる、私は今日欲張りな愛が等身大で、みんなのことちゃんと愛したいから、今日は嘘をつくの、それでもまだいつか本当になる日を願って、それでもまだ君と君にだけは言えずにいた、業務連絡、業務連絡、妹さん柱の鍵から出てきてください、妹さんそこに座ってくださいありがとうございます。あ、業務連絡終了でございます。次の曲はですね、今私これ推しの子の有馬かなっていうキャラクターのコスプレなんですけれども、有馬キャラの、有馬キャラって誰だよ有馬かなが歌うサインは B っていう歌がねあるんですけど、その歌のおたげをやってくださる方が見つかりました。わー、ではちょっと呼んでみたいと思います。星野アクアマリンくんです、どうぞ。こんにちは星野アクアことテススで名古屋で活動しています。
もともと僕自身踊りはやっていて、日本ど真ん中祭りとかよさこいとかそっちの方で活動していたのですが、推しの子というアニメにハマってしまい、何か踊りやらステージで何かできないかなと思っていたところ、ちょうどかなでさんに声をかけて、きっかけはいろいろあるんですけど声をかけてもらい、もう自分もよし参加しようって決めて、このステージに立つことができました。僕自身こうやって推しの子の格好をしてステージに立つことが、最近の夢であり、それがついに叶ってしまって、ちょっと緊張してますが、皆さん応援のほどお願いします。で、おたげも、ペンライトもいわゆるサイリウム持つのも初めてで、2週間前から練習をして、2週間で踊りを考えて作ったんですけど、初めて見る人からしたらおおすげえと思うかもしれない。でも上級者から見たらこんなもんかって思われるかもしれない。でも精一杯頑張っていきたいんで、今後とも、応援のほどお願いします。また1月や2月も一緒にちょっと共演の方をさせていただくんで、また機会があったらぜひ、見に来ていただければ嬉しいなと思います。はい、ということでですね、じゃあ2曲目は私こっち推しの子の、から出て、の有名な曲でございます。星野愛さんも星野ルビーさんも歌った曲でいきたいと思います。サイマピI'm gonna go to the hospital.
きな拍手をお願いいたします。では次はこんなぜいぜいしながらですけど、アニソンをね2曲ほどねいきたいと思います。まず1曲目は変態王子と笑わない猫。何時までいける？まだいい。変態王子と笑わない猫のオープニングですね。ファンタスティックフューチャーお願いします。もう一回こっち向いて、言いたいことがもっとあるから、もう一回こっち向いて、本気で言える愛のフューチャーだから、私から誘う勇気をください、と月に願うの、閉じた心に魔法をかけてみましょう、未来への近道ね、最後の曲になってしまいました。
やったで、まあ次はいつもの曲ですね。いつもの曲をやりたいと思います。君の知らない物語。いつも通りのある日のこと、君が突然立ち上がり言った。今夜星は
手でした。それと星野アクアマリン君でした。